第1回、ソルベー会に出席者。ソルベー会議は、ソルベー法で有名なエルネスト・ソルベーとバルター・ネルンストが、1911年に初めて開催した一連の物理学に関する会議。1922年からは、科学分野の会議も開催されている。1911年に開かれた会議の主題は、放射理論と量子であった。その後、3年に一度程度の割合で会議は、ベルギーのブリュッセルで開催されている。参加者は、第1回当初から少人数であり、現在の一般的な学術国際会議と比べると、小規模の会議であるが、物理学の発展に多大な貢献をしている。最も有名な会議は1927年10月に開催された第5回、ソルベー会議である。この会議の主題は、電子と光子であり、世界中の巧妙な物理学者が定式化されたばかりの量子力学について議論を交わした。同年にベルナー・ハイゼンベルクによって不確定性原理が導かれ、量子力学の解釈をめぐる激しい議論が繰り広げられたのもこの時期である。ピカール、E・アンリオ、ポール・エーレンフェスト、エド・ヘルツェン、テオフィル・ド・ドンデ、シュレーディンガー、J.E. バーシャフェルト、パウリ、ハイゼンベルク、R.H. ファウラー、レオン・ブリュアン、デバイ、クヌーセン、ローレンス・ブラック、クラマース、ディラック、コンプトン、ド、ブロイ、ボルン、ボーア、ラングミュア、プランク、マリキュリー、ローレンツ、アインシュタイン、ランジュバン、Ch. E. Guye、ウィルソン、リチャードソン第5回、ソルベー会議出席者。ありがとうございます。